剛の歌を忘れたカナリアのイントロを解説していきます。ちょっとニュアンス的にいろいろあると思うんですけど、まずとりあえず頭のこれですけど、これが4弦の2424、これで4から56へスライド、これで6を1回、これで4、もう1回6、3弦の4を2回。4弦の2を2回、次のフレーズがこんな感じ、4弦の2を2回弾いて5弦の4で、もう1回4弦の2を2回、1回鳴らして2回目で4へハンマリングやね。こういう感じ。これで、5弦の2から4へハンマリング。4弦の2、2、4、これで4から6へスライド。3弦の4、4弦の4から6へスライド。これで戻す。これでもいい、ハンマリングでもいいか分かりませんけど、これでもいいと思います。これでもう一回、4弦の464とハンマリングなり、こういう感じか、それかスライドでってやるかっていう感じですね。まあ、このハンマリング使った方がやりやすいですね。まあ、4から6へハンマリングして4、これでもう一回2、4、6、2、4で4から6へスライドやね。これで6、2回で4で、もう一回1へからやね。最後がこんな感じ。最後が4の4から6へハンマリングして戻して、これで2、4、2かな。以上です。